はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もね、ハミツー .com のゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、いろいろ話をしていこうと思います。今回集計期間が2023年7月24日から2023年7月30日まで。で、これが4日かな に、あるとまあ、毎週金曜日のね、だいたい昼前11時に更新されてるんですけども、まあ、今回もそれをもとに、ね、いろいろと確認していきましょう。今回は1位ピクミン4、115,600 97本で累計51万7550本2位が「夏門20世紀の夏休み」これが初登場で1万8267本3位が「ゼルダン伝説」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」で1万4749本なので累計178万9784本となっていますということで今週はですね1 2 3 4 5 6 6作品が新作としてベスト30に入ってきて、いろいろとまたいつも通り落ちているという状況になります。毎回のごとく定番、定番、定番という感じです。今回は、新作はね、実際のところは結構発売タイトル多かったんですよ。まあ、割とね、しっかりとしたタイトルが出てるんだけど、僕の中では夏も20世紀の夏休みがとりあえずランクインするだろうなと思った結果、6タイトル。 入ってきたという感じですが、まあ、夏物がね一番いい順位にいたのが予想しといて良かったなというところです。ピクミンが先週発売されて2週目だったんで、先週というか前の週に発売されてのこれ、ランキング2週目だったこともあって11万なので久しぶりですよね。こういう伸び方はまあ、ティアキン以来かなってところです。 ちなみにピクミンに関して言うとシリーズタイトルは今までも40万本っていうね初週に売れたタイトルがなかったのでファミ2の販売本数ランキングでいくとピクミンの1とか2は1の初週が11万8486本。 2の初週が192,901本。3の初週が102,188本ということで、ね、当時としてはまだ任天堂の元気のないハードの時に比べるとやっぱスイッチのね40万っていうのは一発目で、一周目で良かったんだけど、二周目もねやっぱ10万超えで来たっていうのはね、やっぱり初めてのことで、任天堂スイッチでね、ピクミン3デラックスが出た時にもうこういう売れ方はしてないので、今後ね、どこまで伸びるか。まあ、もしかしたら、えっ、ー、と今ピクミン3デラックスがファミ通の ランキンキグ的に言うと55万7264本なので、まあ、もしかしたら来週あたり軽く抜いてピクミン史上一番売れたタイトルみたいな感じになってね今後展開がいろいろ望めるようになるんじゃないのかなという感じがしますと夏物なんですけどもミレニアムキッチンは綾部さんの作品ですね昔はあの僕の夏休みシリーズが最近だとクレヨンしんちゃんの夏休みのゲームが出ててそっちが初週10万超えだったんですね任天堂 s w スイッチが PS4 版はそんなに良くなかったんですけども、スイッチはね、10万本超えしてたんで、今回も夏物も,もね、どうかなと思ったら1万8000なので、夏休み人気、 っていうか夏休みをや,すやりたい人はいるけどもやっぱりクレヨンしんちゃんのパワーがそこそこあったのかなというような、まあ、メーカーパワーっていうところは多分ないと思うんですよクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休みはあんま聞いたことない会社だったんで,で夏物はスパチューンさんなのでプロモーションとか、ね 関していうどっちがどうっていうの特にないんだけど、クレヨンしんちゃんと夏休みってところのドーンといったのに比べると、夏物はそこまでこう勢いがなかったのかなという感じがします。これはちょっと来週以降ね、まあ、今,今夏休み状態子供は夏休み状態なんでね、今後2週3週でどういう風に上乗せされるか、ちょっとね、楽しみに。 見ていいければなというとうころです3位のゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムですが相変わらずねティアキンの前のブレス・オブ・ザ・ワイルドもいまだにランキング入ってるんで全然追いつけるかっていうと追いつけないって状態ですね。続いてマリオカーエトデラックス えー、マインクラフトで6位にクライマキナが入ってるんですけども、クライマキナは実際のところ6位にスイッチ版で10位に PS5 版20位に PS4 版が入ってるので3ハード新作まとめて入ってると久しぶりですね。最近だと順番はねスイッチが一番上で次が PS5 で PS4 が一番劣ってるみたいなランキングの入り方っていうのは最近珍しくないんですけど結構ね PS4 が漏れたりねランクから PS5 も PS4 も漏れたり とか結構あってスイッチだけ入ってるみたいなパターンもあったんだけども今回はね全部どうにか入ったんでまちょっと勢いのあるタイトルが少なかったというのもあるんですけどもなかなかのね好成績なのかなというところでただなんとなく PS4 で最初に出た時の暗いマキナに比べると勢いがないのはもしかしたらこの分散されてるからなのかもしれませんサンハードの同時ランキングというのが久しぶりで久しぶりでもないか先々週ぐらいかなマリーのアトリエリメイクザーツブルクの錬金術師入っててあれはもうスイッチ ダントツで p s を p s 5よりもスイッチだけ。 の方が売れてるという状態だったけど、今回はスイッチに対して PS4、PS5 まとめれば、ちょっと上回ってるかなぐらいのと、そういう健康具合でした。まあもともとね、クライマティナっていうか、前作は PS4 で出て、その後スイッチに移植されてみたいなパターンだったから、もしかしたら PS 系のハードの方にも人気がそこそこあったのかなというところですね。7位がディズニーリュージョンアイランド。まあディズニーも入ってくんだって感じですけども。 で、8位、ニンテンドースイッチスポーツ。9位、スプラトゥーン3。これが5,609本で、累計407万1,959本ということで、ゲーム販売本数ランキングの、スプラトゥーン2の最終集計数字が412万642本。なったんですけども、スプラトゥーンもね、今、3が407万超えしてきたんで、あと5万ぐらい。スプラトゥーン2が5年ぐらい、もっとかけてか、かけてづいた数字を、 1>, 1年かからずに抜くかっていうところの勝負がね今後どこまで早くダッシュできるか夏休みだからもしかしたらちょっとこう数字が上がる可能性があるんでねちょっとこの辺楽しみ10位がクライマキナの PS5 版11位ダイランドスマッシュブラザーズスペシャルがえ入っててで12位リングフィットアドベンチャー13位ポケットモンスタースカレットバイオレット 14位、集まれ動物の森。15位、マリオパーティースーパースターズ。で、16位がファイナルファンタジー 16PS5 ですね。PS5 なんですけども、PS5 の、まあ、今5万本超えで一応いろいろ集計してて、当然ね、ファイナルファンタジー16が今、ダントツ1位なんですけども、先週ね、ストリートファイター6が今週入ってくると5万本超えするみたいな話をしてたんだけど、残念ながら今週入ってなかったんで、もしかしたら、 17位が流行りー123パックスイッチ PSOPS5 のマルチタイトルだったんですけどもスイッチだけが入ってるという状態ですねで18位は桃太郎電鉄19位は星野カビ w e d e l u x 2 0位がクライマティナ PS4 あ、とはいいかな。任天堂スイッチの150万本超えもいろいろ集計毎週してるんですけども、正直、全然グラフ的には順位入れ替えないですね。週別販売本数ですが、今週もね、先週ピクミン4が発売されて、久しぶりに累計が50万超えしてたんですけど、今週は25万7131本ってことで、そうか、2021年より上回ってるけど、2022年よりは下回ってるというところで、やっぱり1本勢いが、 あるだけじゃなかなか夏休み商戦も元気に乗り切ってる感はないのかなというところです。来週なんですけども8月3日にねスペードの国のアリスワンダフルブラックワールドしか発売されてないので、まあ、これ入ってくるかもしれないけど正直どうなるかわかんないですね。だから来週は割と定番が 今今週入ってたランクが落ちて定番がこう戻ってくるようなの入れ替えになる中にこのスペードの国のアリスが入ってくるかどうかという状況になるかと思います。はい、ということで一応ファミ通さんのねランキングを見てみたんですけども。 まあ、なかなかね元気のあるタイトルがないというかまあ先週まで入ってたタイトルがやっぱりどんどん漏れてる感じからするとやっぱり1ヶ月持たないですねそのパッケージタイトルでなんかこれ人気が出そうみたいなやつがなかなかこの任天堂のスイッチのタイトルあそうだあれがないんだよワンツースイッチのあの新作が何週残るかなと思ったら今週もう入ってないんでただ あれは多分、消化率全然なかった。多分、ダブついてる感があったんだけど、また来週こう戻ってくるようだったら、まあ、まだこうじわじわ売れてるっていう様子が見れるかもしれないけど、まあもしかしたら任天堂のあれだけ宣伝してるのに割とこう、爆死系タイトルになるのかなという気もしてて、ちょっとね、今後どういうふうになってくるかはちょっと注目していきたいなと思っています。